ルーカス・ロドリゴ・ビリアは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州、メルセデス出身のサッカー選手。元アルゼンチン代表。スユペル・リグ・ファティ・カラギュム・リュク、SK 所属。ポジションはミッドフィールダー。ビグリアという表記がスペイン語の発音により近い。ビリアの表記は、彼が、イタリア系であることから、イタリア語の発音を反映したものとなる。AA アルヘンティノス・ジュニアーズ・ユース出身。 2005年から所属した CA インデペンディエンテでは、セルヒオ・アグメロと共に、チームの中心として活躍した。同世代のフェルナンド・ガゴと同様に、フェルナンド・レドンドを彷彿とさせる5番タイプの、MF である。2006年にベルギージュピラーリーグの RSC、アンデルレヒトに移籍。移籍金は300万ユーロ。加入1年目から最優秀若手選手に選ばれるなど、 欧州初年度から高パフォーマンスを見せた。2007から08シーズンも好調を維持しクラブの2冠に貢献。アンデルレヒトには9年間在籍し、リーグ戦312試合12得点を記録した。2013年7月にイタリアセリエへの SS ラツヨへ移籍。2015年に長らくラツヨの首相を務めたステファノマウリが退団すると首相に就任した。 一ヶ月後にマウリは再加入したが、ラツヨはそのままビリアを首相としている。2017年7月16日、AC ミランと3年契約を結ぶことが発表された。2020年9月1日付で AC ミランより自由契約となった。2020年9月14日、ファティ・カラギュムリュク SK と2022年6月末までの2年間契約を発表した。 世代別代表として 2003FIFAU-17 世界選手権 2005FIFA ワールドユース選手権に出場したが、北京五輪のアルゼンチン代表メンバー18人には選ばれず補欠メンバーとなった。2011年2月9日の新前試合ポルトガル代表戦でエステバン・カンビアッソと交代で出場し、A 代表デビュー。 2015年11月17日の 2018FIFA ワールドカップ南米予選コロンビア戦で代表初得点となる決勝ゴールを挙げた国際 A マッチ58試合得点ラツオビリア獲得を正式発表ウフィーチャーレビリアエロソネロ AC ミラン2017年7月16日ルーカスビリアプレイヤープロフィール トランスフェルマーケット、https コロンスラッシュスラッシュ www.transfermarkt.com スラッシュ lucas-bi-glia スラッシュプロフィールスラッシュ spieler スラッシュ267212020年9月1日閲覧。元アルゼンチン代表 MF ビリア、新天地はトルコに、昨季限りで、ミラン王を退団。 サッカーキング、https コロンスラッシュスラッシュ www.soccr-king.jp e スラッシュニューススラッシュワールドスラッシュワールドアザー 20209151119206html2020 年9月18日閲覧アルゼンチン6位浮上ビリアダンデようやく初勝利ありがとうございます